次に紹介するのは、恐ろしい海蛇から世界で最も致命的なクラゲまで、最も毒のある10種類の海洋生物だ。出会ったら、必ず彼らから離れてください。10位、カツオノエボシ。これらの動物はクラゲに似ているので、クラゲと間違われることが多い。しかし実際には、カツオノエボシは通常太平洋、インド洋に生息するヒドロムシである。水面に生息し、風や潮の流れにさらされるため、浜辺に姿を現すことが多い。つまり、人はこの生物に刺される可能性が高いということだ。オーストラリアや世界の他の地域では、このような事件が年間約1万件発生している。刺されると激しい痛みを引き起こすほか、その棘によって皮膚の上に鞭のような赤い傷が残ることもある。